Okay, so what's up guys, Ranger here, welcome to the channel. So I'm back, we're earning to the game. I'm gonna remove this, whatever this is. equipment. Visuals. Baki, I'm gonna keep that. It's a Baki. Jesus. Disengage. Yeah, right, that's easier. Then I'm gonna switch. Is it tire to you? Alright. Now, as for the accessories, as you can see, the slots for the plugin or accessories, the other two are locked. Now you have to buy it through here. And it's this guy right here, plugin capacity. And I think this is the next one, or where's the other one? Two activations. I don't know where the other one is. There we go. Kind of far. I don't know if you'll ever have enough points to complete this whole brain map skill tree, but there are some things that you have to prioritize. I looked into it. For example, this. It will increase your gauge. So if you upgrade it again, it will increase your gauge again for psychokinesis. Drain rush. Then you have for additional combos. You have these. This is like a Devil May Cry thing. This one allows you to charge your weapon. I just don't know if you can walk around while you have it charged. I don't think so. Yeah, there they are. You get additional combos. So yeah. If I didn't buy the deluxe version, I wouldn't get the additional accessory. You can buy this. There you go. So, defense, that's always welcome. Okay, so we're here. There's really not much to search. In the last video, I checked the other side. There are some items. Brain message. What do I? Stick a scroll. Oh, okay, right. Stick. It's a scroll. Fly. There's no reply. I remember Cyberpunk, I don't really reply. Or the messaging feature for that game is like, eh. Enlighten me. Anyways, moving on. You have to climb the bridge. Stop. If you run, it's really hard to control. Stop. もう一組の訓練生たちが到着した模様です。おそらくユイとスメラギ訓練生とナギカーマン訓練生でしょう。正式配属前に。カイとの戦いに出られたそうですね。初めての戦闘はいかがでしたか？え？
怖くはなかったですか？ああ、いや、訓練の成果が出せたなと。なるほど、平常心で戦えたということですね。訓練生といえども立派なスカーレットガーディアンだ。素晴らしい。そうですか。ユイとスメラギ訓練生、お父様のスメラギ評議会議長には今回の働きをどのように報告しますか？取材を受けないように命令されていますので失礼します。ナギ、行こう。訓練生がいい気なものだな。なんだと？はいはい、喧嘩はしないの。私は第一連隊第八中隊の強化エデンよ。ユイとスメラキ訓練生とナギカーマン訓練生ね。二人ともカイとスメラギ本部長がお呼びよ。至急本部長室へ向かいなさい。こってり絞られると思うけど覚悟してね。あなたたちはいいことをした。でも海抜群としてのルールを守ることも大事なことなのよ。頑張って。ようこそ我が瀬戸正体へ。俺は瀬戸鳴神、今日からお前らの隊長だ。まずは順番に自己紹介してもらおうか。自分の超能力が何かも教えてくれ。同じ隊の人間がどういう超能力を使うかは知っておくべきだからな。ちなみに俺の超能力は放電だ。それじゃあ花火から頼む。了解しました。花火一条です。超能力は発火、よろしくお願いします。ナギカーマンです。超能力は空気操作。海抜群になるのが夢でした。セプテントリオン訓7等の鳴神大尉のもとへ配属されて光栄です。ユイとスメラギです。超能力は念力。海抜群には子供の頃に命を救われました。恩返しができるように頑張ります。おお、有名人のユイトくんか。昨日の夜からテレビもニュースの配信もユイトのことで持ちきりだぜ。
スメラギ家のお坊ちゃまがカイを撃退したってさ。どうよ、カイと戦った感想は。カゲロウ、ふざけるのはほどほどにして、お前も自己紹介をしろ。はーい、隊長。さて、567期のひよっこたち、俺はカゲロウ団、遅れてきた天才とは俺様のことだ。自称だがな。隊長ってば、厳しいな。そういや、ユイトとナギは志願兵だってな。俺はアダルトだから、まあ似たようなもんだ。よろしくな、みんな。仲良くやろうぜ。アダルトって？アダルトは大人になってからスカウトされた海抜群のことだよ。知らなかったのか？俺たちみたいにスカウトされずに海抜群に志願した人間と同じで落ちこぼれなんだよ。そういうこと。ま、ゴミ扱いだがそれなりにやってるぜ。お互い強く生きようや。入隊の経緯なんて気にするな。結局は強いやつだけが評価されて生き残る世界だ。他人の評価なんてクソくらえってな。さて、次は渡る。俺は渡るフレイザー。超能力は精神感能、要はテレパシーだ。つぐみナザール、超能力は投資。はじめまして。とまあ変人ばかりの正体だが、海抜群なんてみんな大なり小なり変だからな。みんなうまいことやってくれ。さて早速だが、実地訓練を兼ねた防衛任務だ。今作戦はツーマンセルで行う。俺とナギ、カゲロウとツグミ、花火とユイトでサスをつなげ。全員準備を整えて1時間後に菊池場入り口へ集合すること。以上だ、解散。ユイト久しぶり。花火、驚いたよ。2年ぶりくらいか。まさか同じ隊に配属されるなんてな。え、ユイトと一条さんって知り合い？花火って呼んで。私とユイト大人馴染みなの。へえ。でも訓練生の時は一度も会わなかったな。あ、私スカウト組なの。あ、そっか。スカウト組と志願兵は訓練施設が違うんだっけ。花火ってエリートなんだな。そんなことないよ。あ、それじゃあもしかしてナオミ・ランドールって知ってる？ランドール姉妹？知ってるよ。あの二人こそ本当のエリートだもん。カサネなんて12歳の時に海抜群にスカウトされたのよ。あの子、そんなに早くスカウトされたのか。え？ユイト、カサネのこと知ってるの？あ、うん。昨日一緒にカイと戦ったんだ。え？レイのカイ襲撃で？嘘、カサネってばそんなこと一言も言ってなかったのに。もしかして花火、ランドール姉妹と仲がいいの？まさか。ナオミとはよく話すけど、カサネは…っていうか、カサネと仲がいい子なんてナオミぐらいじゃない？おお、マジ？ナオミちゃんのこと紹介してくれないかな。ああ、そういうことか。ナオミはモテるからな。おい、そこの3人、ペチャクチャ喋ってないでさっさと菊池場に向かえ。はい。じゃあな、ユイト、また後で。まさか最初の任務でユイトと組めるなんてちょっと嬉しいな。よろしくね、ユイト。おい、ユイト、ちょい待ち。はい、何でしょうか。ワタルさん。ワタルでいいよ。お前にバイアスのことで伝達だ。なんか手違いで連絡行ってなかったみたいでな。
バイアスですか？海抜群で開発中の超能力の働きをより高めるための大脳補助システムのことだよ。毎年被験者が選ばれてシステム活用時の実践データが収集される。で、ユイトもその被験者ってわけ。隠さず伝えるけど、まだ開発途上だから効果の出方が不安定だし、副作用も明確にはなってない段階だ。その実験台になるってことですか？悪い、怖がらせちまったな。過去のテスト実績から体質的に合わないやつは最初から除外されてるって。だからそんな心配するなよ。どっちにしろ上の命令だから拒否権はないしな。まあとにかく起動してみろよ。他のシステムと一緒にインストールは終わってるはずだからさ。これで大丈夫でしょうか？見た目以外特に変わった感じしませんけど。システムが脳に作用してお前自身の能力の流れをビジョンで可視化してるらしいぜ。超能力って結局はイメージの力だからな。常に流れを意識することで研ぎ澄まされるんだってさ。それからサスの接続もスムーズになったりな。まあめちゃくちゃ痛いのは変わらないけど。まだなんとなくですけど理解できました。いろいろ教えていただいてありがとうございます。さっき心配するなとは言ったけどさ、バイアスが原因で脳が暴走状態になっただとか、精神が不安定になっただとか、不穏な噂もあるんだよ。だからもし何かおかしいと感じたら絶対に無理するんじゃないぞ。はい、ありがとうございます。気をつけます。よし、以上伝達終わり。ああそうだ、今後は敬語もなしな。気楽に行こうぜ。じゃ、任務に遅れんなよ。実験ってちょっと不安だけど。まあ心配してもしょうがないか。よし、準備ができたら菊池場へ向かおう。 Sorry, I tried to stay quiet the whole time. Hey, we're together, huh? I wonder if I can just run all the way there, or...No reply necessary. Jesus Christ, this brother. That's a brother, right? さすがユイト、有言実行だね。志願して本当に怪物軍入りするなんて。スカウト組の花火に追いつけるよう、これからも努力しないとな。ユイトが追いつきたいのは私じゃなくて、いつも言ってたあの人でしょ。Oh yeah, still won't talk to me.The time it took, like the entire dialogue, the entire like, cinematic thingy, that was really long. So, again, if you're not used to that kind of storytelling, you'll get bored. You'll get really bored. This, the shop right here?Oh, okay. What? Is
So it's not required to install this at an SSD. I mean, the only game I know so far that requires SSD is Cyberpunk. That helps. Seven. Let's feel. Power enhance. And wonder if I can equip her with something. Was wondering if there's a way, you know, like Mio, you can rewatch the cinematics. It's not. The shop. I was trying to go to the menu. Party. Pantry allocator, but you can remove her from the party. Oh. My dog sneezing. One more sneeze. Come on. Power. I'm usually a passive kind of player. Seven. So whatever is in this shop is same what I have. Same thing. I don't remember. Oh, this is self. This is what I got from character set. I'm guessing she has something for visual. She does. Same outfit. Everyone gets a red backy. Great. I know I have another. Contract bonus and survival rate for her. Anyways, not much. The dialogues are that long. It's gonna be ass if the game hangs on you. It also runs, so I'm just gonna check the area really quick. Got the items here before the first fight started. Items on the map will show green if you're near it. You can. She's
running. Are those small aisles? Oh, it's a bridge. It's a bridge. Yep, it's a bridge. Oh, item. Light jelly. So many light jellies. Oh, here's another one. Wasn't there earlier? I'm guessing. It's like to remove status. So that's where now. Why are you jumping? Okay. Food area. And there's still this place. I don't know what's supposed to happen here. That's where I came from. Why she's jumping. Actually kind of smart for an AI. Shrine place thingy. Check it out, why not? Maybe there's something here. Through that flag. I guess I'm not allowed to enter. Not much. Not from the items, there's nothing else worth checking. Map and just do this. Oh, okay. Then you can do this. All right. Kind of a quick travel. Okay, so start of the mission, huh? Alright, I'm gonna end the video here. This is 29 minutes. Usually I'm gonna try my best to limit each video to 30 minutes. Maximum 45. If I don't have a choice, it's the only time I'm gonna do 1 hour videos. So like, share, subscribe. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Thank you.